これも、ここにも、そしてこちらも家康公。愛知県岡崎市は徳川家康生誕の地です。来年の NHK の大河ドラマは家康公が主人公に。岡崎市でも専門の部署を設けて家康ブームの盛り上げに取り組んでいます。岡崎市の大樹寺は徳川家の菩提寺として知られています。こちらの掛け軸はなんと家康公の直筆、南無阿弥家康と書かれています。寺ではこうした古い書物を500点以上所有していて、当時の様子を伺うことができます。まあ、例えばこの時に誰々がやってきてこういうものを送られただとか、そういうのが結構ね、漢字だけでわかるんですね。まあ、字が続いていたりだとかですね、案外と読みにくい字があったり、もう昔今の文字とはまたちょっと崩してあるので、それが難しくて読みづらいというのがあってですね、まずは写す作業っていうのが大変じゃないかなと思って、今の言葉っていうか今の漢字にね。そんな崩し字を現代の漢字に解読するソフトがあります。開発したのは地元の岡崎信用金庫、トヨタ高専と共同で開発しました。市内に残る古文書を解読し、岡崎市の歴史について情報発信したい考えです。岡崎の旧家の方に保存されていた書状です。例えばこちらの手紙を解読するには、撮影した文面のデータをパソコンに取り込んで解読ソフトで呼び出します。一行ずつ文字列を選んで解読開始。置き換わった現代の漢字を読むと、白坊様。本当は公という字なんですけども、はとくというふうに読んでしまう。これだとちょっと違うんでですね、ここをもう一回ちょっと修正したいと思います。改めてこの文字だけを選び直すと、複数の候補が表示され該当する漢字を選ぶことができます。解読した結果がこちら。この度お手紙拝見いたしましたと書かれていて、岡崎藩主本多忠元が送られた手紙の返事をしたためたものでした。識別に使うデータはおよそ120万文字。岡崎信用金庫も独自で文字を収集し、高い精度で解読できるようになりました。続いて解読するのは、岡崎市内の旧家に眠っていたこちらの文書。400年以上前のもので、あの桶狭間の戦いについて書かれています。織田信長が今川義元を討ち取ったことで知られる桶狭間の戦い。当時今川方についていた家康公は敗戦を知り退却を決意。陣を張っていた大高城から菩提寺である大樹寺を目指します。ところが途中行く手を遮ったのが矢作川。手紙には家康公が当時どのルートを通って逃げ延びたのかが書かれているといいます。早速解読開始。一行ずつ文字を選んで解読作業を繰り返します。およそ30分で作業終了。そこには東村と三木村という文字が。この東村っていうのは灰津村、今豊田市の灰津町になってますけども、三木村っていうのは
この矢作川の灰津村の対岸の方で今岡崎市の二木町というところになってますけども、そこを渡ってたってことが入ってます。地図で見ると灰津村があったのがここで、二木村の場所がこちら。目的地の大樹寺には大きく北に迂回して向かったことが分かりました。実は当時家康公はこの辺りに敵方の軍が待機しているのではないかと予測、わざわざ遠回りして見事敵の目をすり抜けたと言われています。古文書解読で家康公の謎が次々と明らかになれば、多くの人が家康公をより身近に感じることができるかもしれません。ジュニアからシニアまで皆さんに利用していただければありがたいなっていう。古文書を触れてそれをこう現代語に訳すという作業ですね、今はその研究者の人、専門の方が中心になっているとなってますけども、よりたくさんの人たちがそういうことができる、若い人たちが、郷土の歴史というか郷土の英雄といいますかね、そういう形で家康公の勉強をしていただければいいなというふうに思ってますね。ただなぜ信用金庫が家康ブームを仕掛けようとしているのでしょうか。岡崎信用金庫は古文書解読システムの他にも家康に関するシンポジウムを開いたり家康検定を実施したりと、家康ブームを盛り上げるための仕掛けを積極的に打っています。これらの取り組みは家康ブームで地域にビジネスチャンスの種をまき、地方の企業と金融機関が共存共栄できる仕組み作りにつながると言えそうです。家康ブームでビジネスチャンスを、地元の取り組みに熱が入ります。はい、今紹介したこの AI システム、一般公開はまだなんですけれども、担当者によりますと誰でも使えるような仕組みも作っていきたいということで、例えば、家に眠る古文書解読したら歴史的な真実判明みたいな、そういったこともあるかもしれませんね。夢がありますね。そうですね、